捏捏频道开始吧。クルクマショップでチェックインします。バタフライティーティーの試飲ができる。今週はクルクマキャンプサイトへやってきました。久しぶりのキャンプです。見て、この絶景。このクルクマキャンプサイトはフリーサイト、一般エリア、ドッグサイト、ワンちゃん連れでキャンプができるエリア、それとオートサイト、車の乗り入れ可能エリアでワンちゃんも OK。 この3エリアがあります。このクルクマキャンプサイトの中で一番の高台、丘の上。ボンビノス貝は糸満市お魚センターで仕入れたよ。少しずつ日が暮れていきます。
美味しい。おやすみなさい。おはようございます。ポテサラサンド、ポテサラサラサンド、アーサともずくの雑炊。お世話になりました。古熊キャンプサイトを後にして、お隣の古熊カフェさんへ少し早いランチへ行きます。熊の森は薬草ハーブ健康をテーマにした太平洋を一望できるロケーションのアジアンハーブレストランカフェクルクマをはじめ、薬草園や工場、ショップ、遊歩道などがあります。その広大な敷地内にクルクマキャンプサイトはあります。ただし完全紹介制のキャンプサイトになります。今週のクルクマキャンプはいかがでしたか？夕日も朝日も見ることができる絶景キャンプ、ちょっと贅沢な気分になれますね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。